こんにちは、超タケロスです。水木一郎さん、アニソン界の帝王、亡くなってすごいショックです。マジショック。って俺びっくりした、はっきり言ってさ。なんかね、俺水木一郎さんってさ、やっぱ熱血ソングが多いっていうかさ、俺ね、あのフジテレビだったかなの、あの快進撃、あの歌えもんっていう音楽番組見てたっていうかさ、あれ面白かったのよ。京本政樹さんとかが出てたんですけど、なんかね、京本政樹さんとあの水木一郎さんのちょっと共演が好きだったっていうかさ、その思い出があるね、結構。マジンガー Z! もうね、やっぱマジンガー Z だよな。どうしても、イメージとしては、水木一郎さん、やっぱマジンガー Z だよな。誰もがそう思うよな。いろんなさ、主題歌歌ってるけどさ、やっぱマジンガー Z だよな。そのイメージがでかいよ、俺。とにかくショックですね。ご冥福をお祈りいたします。